1993年の西武ライオンズでは、1993年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西武ライオンズは森正明監督の8年目のシーズンであり、4年連続15度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。4年連続のリーグ優勝日本一が期待されたが、4月を9勝6敗1分で終える平凡なスタート。 投手陣は前年 MVP の石井武博を筆頭に、工藤君康、渡辺久信、各体源らの先発陣、さらに、新谷博内山智之、香取義孝、塩崎哲也といった、リリーフ陣が中心になって3点差や4点差以上の、試合で勝ち5月には8連勝をマークするなど、チーム防御率2.96はリーグ1位で、投手陣が検討した1年となった。 チームは6月に2度の5連勝をマークするなど4連覇秒読みと言われたが8月中旬に日本ハム戦3連敗などで1勝7敗と負け越し首位陥落しかし8月25日からの5連勝で首位を奪い返すと最後まで守り抜いたライバル日本ハムの全日程は10月3日に終了したがその直後から1分挟んで4連敗し優勝マジック1で 足踏み状態。10月13日のロッテ戦に勝ち、ようやく4連覇を決め、全球団から勝ち越しを決めたが日本ハム、近鉄に、それぞれ13勝12敗1分と、やや苦戦した。打撃陣は、オレスティス・デストラーデの遺跡で、清原和弘、秋山孝二らが不審に陥り、チーム本塁打も114本まで落ち込んだが、この年収打者の辻初彦が奮闘した。 日本シリーズは、ヤクルトと2年連続の対戦となり、最終戦までも連れ込むが、第7戦でチームは2対4で敗戦、4年連続日本、1は、夢と消えた。シーズン終了後、秋山、渡辺富夫、内山と、大英佐々木誠と、村田勝義、橋本武博との交換トレードが発表された。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。